最後の試合が負けてしまってすみません。この思いを渡したかったので、と頑張って練習して頑張ります。今日の試合は負けられなかったけど、応援ありがとうございました。1回負けたことより2回勝ったことを自信して悔しい思いは次につながる。でもなった自信を残す、それが次の終わらない、絶対つながる。溢れまだある先進むべき野生、弱さを見せる、怖さも言える、ありのままで俺でいれる、抑え込んだ感情なら今だそう、ありのまま生きるならば今だぞ。涙いい思い出になったかどうかって言うたら、勝って初めて思い出になっちゃう。でもこの仲間でまず来れたっていうのは素晴らしいことだと思います。胸を張って入居に変えてほしいと思います。諦めやん気持ちというのはみんなに伝わったと思うし、これからも自分たちは自信持ってな、進んでください。ありがとうね。負けたことに関しては全ての試合俺のせいだと思うし、もうちょっともらうと考えてあげるから、ああいう試合を勝てたんじゃないかなと思うんやけど、だけどこうやってみて思うと、やっぱりこういう舞台に来てちょっとしたことでやっぱ負けるんですよ。それが3勝して帰るよりも、もしかしたらこの1敗がまた今度お前らの次のステップに上がった時の糧になって、次頑張るよってことなんやと思うから、次のステップに絶対に生かしてほしいなと思う。わかるか、1回負けたことより2回勝ったことを自信して、なんか全国の舞台で全員活躍したメンバー、この2勝はでかいぞ。悔しい思いは次につながる。でも、なった自信を残す、それが次の終わらない、絶対つながる。勝ちにこだわって厳しく頑張ってる姿、その表情は俺の中で絶対のものです。一人一人が俺は最高にいいプレーをしてくれたんやと思う。今持てる力を出してくれたんやと思う。だから胸張って厳しい練習ばっかりやったと思うけど、ありがとうな。まあ途中で心折れそうになったやつもおったかもしれないけど、それは本当に俺は申し訳ない。やっぱり最後見れてよかった。最後の最後の小学生で最後に一番最後までバスケットをやらせてくれたお前らに感謝しかないし、またこれからも応援していきたいなと思います。ありがとう。絶対だから、それぞれ6年生一人ずつ感謝をしないから、最後の試合が負けてしまってすみません。それから中学校では負けたっていう悔しい思いを頑張っていきます。この思いを渡したかったので、ずっと頑張って練習して頑張ります。試合応援してくれたお母さん方ありがとうございます。試合を負けてしまって、自分のいいプレーもできなかったけど、中学校はもっといいプレーができるようになります。中学校でその悔しかった思いを出し切って、今度の中学校で出し切るように頑張りたいと思います。今までありがとうございました。中学校では高校の学生に一生懸命緊張するのにプレーをしてきたり、ここまで来れたのはお母さん方のおかげなのでありがとうございます。中学校に行っても自分のプレーを信じたり、私たちの応援を信じて頑張ります。本当に僕たちがここまで来れたのはお母さんたちのおかげだと思います。
中学校になったら必死に自分を高めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の試合は負けてしまったけど応援ありがとうございました。中学校でもいいプレーをできるように頑張ります。